こんにちは、藤川瑞希です。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今日は特技披露ということで、自分が作詞作曲したオリジナル曲を披露したいと思います。編曲はいつもライブでお世話になっているキーボーディストさんにお願いしました。今から歌う曲は愛の形という歌です。この曲を作ったきっかけは子供の頃に遡ります。私は子供の頃、事情があって母親と一緒に暮らしていませんでした。そういった生活でのすれ違いから、私は母親に愛されてないんじゃないかということを、子供の頃から大人になってもずっと悩んでいたんですね。そういうふうに悩むようになったのは、単に一緒に暮らしていなかったというだけではなくて、私が欲しい愛情の形と、母親がくれる愛情の形がなんだかいつもずれてしまっていたからなんです。そこを分かってくれないのは私が愛されてないからだ。愛してくれてないからだっていうふうに私は解釈してしまっていたんですけれども、大人になっていろんなことを経験していく中で、そうじゃないんだなっていうことにようやく気づくことができました。たとえ愛の形は違っていても、確かにそこに愛はあるんだ。そのことに気づいて作ったのが、この愛の形という歌です。それでは、聴いてください。抱きしめてよ、その手広げて、時が止まるほどに。あなたの愛がどこにも見えなくて、私は風を見送る。遠くなってくあなたの背中を追っていけたらよかったのに。一人唇噛みしめ、帰り道を急いだ。まだ残る耳の奥の響きに涙がこぼれた。ねえ聞いてみてよ、私の声も正しさで覆い尽くす。ねえ抱きしめてよ、その手広げて、時が止まるほどに。あなたはいつも思ってくれてると、愛してるよと伝えてくれる。だけどいつでも私のわがまま、あなただけには聞いてほしくて。誰かの綺麗な言葉が並んだ画面の向こう、あなたの心どんな色なの、それが知りたいよ。ねえ胸の奥の声を聞かせて、優しさ
れを追いつく住まい、ねえ抱きしめたい、この手伸ばして息も止まるほどに、あなたの選んだ愛の形、私の形と違うだけで、いつだってそれは確かにここに溢れていた。諦めずに一緒にいよう、すれ違ったら喧嘩しようよ、ねえ手をつなごう、それだけでいい、そんな愛で行こう、二人生きて行こう。ありがとうございました。続けて人生で最も努力したことについてお話ししたいと思います。最初このお題をいただいた時、すごく嫌だなと思ったんですね。それはなぜかというと、私は6、7年前まで会社員だったんですけれども、会社を辞めたきっかけというのが過労とストレスで鬱になったからでした。毎日毎日頑張って、夜遅くも休みの日も仕事をしていたんですけれども、そんな生活が6年7年続いたある朝、どうしても起きられなくなってしまったんですね。それで病院に行ったら、もう休んでくださいというふうに言われました。すごく努力してきた結果がそのような形になってしまって、努力っていう言葉が嫌いになってしまったんですけれども、今回このお題をいただいて、改めて私が人生で最も努力したことって何だろうというのを考えてみました。それを考えてみたときに、今が一番努力してるなと思ったんです。今私が何に努力しているかというと、それは自分の人生を生きるということ、自分基準で生きるということです。それまでの努力というのは、誰かの期待を超えることだったりとか、誰かのお眼鏡にかなうこと、誰かに評価されることということのために努力していました。でも今私は、自分がやりたいことをやるとか、誰かの期待があっても、それが私のやりたいことでなければ勇気を出して断るとか、そういったことを努力するようになりました。今回このオーディションにチャレンジしているのも、そういった努力の形かなと思います。ぜひこれからも応援よろしくお願いします。